世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。いい形でこう持っていくにもここのさ第3マッチの役割非常に大きいわけですよ、はい、それも相手はエースの森薗ですから。そうですね、はい、サードゲーム森薗2サーブラブオー。ここで松平がきっちり勝つことができればやっぱり TT 埼玉今シーズンの、ね、初勝利に大きく近づくと思います。第3ゲームワンラブ。さあポイント連取は森薗。そしてサーブは松平に移ります。ネットに当たってオーバー。こういうミスの仕方がちょっと第2ゲームから目立ちますよね。はい、はい、なんか珍しくネットに引っかかること多いなという感じですね。あ、今度は完全にオーバーしました。今のも、ね、ネットに一回当たってからオーバーしてるんですよ。チキータ、まあ、これは、ね、松平のサーブがかなり変化ありますから、まあ、これに引っかかったとも言えるんですけども。2オール。汗を拭います森薗。まあ、こうやって松平に振らせといてこうブロックでチャンスを作って攻めていくっていうのが今、まあ、1ゲーム目成功した一つのパターンですからね。はい、ブロックしましたがネットを越えませんでした。これうまくこの森薗攻めたんですけど、この攻めた時のコースがですね松田で読めるんですよね。予測が素晴らしいんですね。そういうことなんですよ。これがねどのぐらいで予測してるかというと、もう、ま、森薗が動いてバックスイング取った時にはもうここへ落ちるっていうことが分かってるんですよね。そうですか、はい。まあ、本当にこうね、まあ、卓球やってらっしゃる方はそういう時があるかもしれないんですけども、トップ選手は大体ねそこでこう次のやることを決めてますからね。ストレートの打ち合いで森薗がミスをした格好です。こうやって速い打点でずっと回転をかけて返しますから、なかなか森薗を前に出たりとかですね攻め切るチャンスがないんですよね。ちょっとこの展開は苦しいですから変えてほしいですね森薗には。ここはネット際、はい、これなんです。先ほどこう2ゲーム目後半にも最後のところにもお話しましたけど、しっかり攻めさせておいてそこでこうやって大きく揺さぶるようなもうショットを打っていくと、はい、これはやっぱりこう小柄な選手にとっては非常にやりづらいやり方なんですよね。 そうなんですね。あれ前で早く攻めて対応してくれた方がまだこう切り替えの対応でねできるんですけれども、はい、セブンスリー。ここも今森薗がちょっとうまくいかないなというような様子を見せていました。そうなんです。ああいう変なミスをさせられるとこうなかなか調子っていうのが上がってこなくてですね、今ちょっと森薗はそこに苦しんでると思いますね。最近 8-3 5点差がつきました。いや6連続っていうビッグウェーブ掴まれちゃいましたね、ここ。レッド8-3。これはネットがミスになっています。まあ、森薗は先週末の
木下戦で、大島とシングルス戦ってゲームカウント1対3で負けたんですが、落としたゲームはすべて、11-10 という接戦でした。ただこのゲームはかなり、差をつけられかけています。ポイントは森薗の、これね、2ゲーム目も5点で負けてしまってるわけじゃないですか、いわゆるハーフスコアっていうんですけれども、ここはまだまだ挽回するチャンスありますから、1点1点をしっかりこう狙っていってほしいですね。やっぱりネット際の短いところでちょっとミスをするというシーンも多いですよね。やはり本来それをやらせたくないがためにハーフロングのサーブを出したりとかずっとやってきたんですけども、やっぱこれだけ松平が攻めが安定しているとですね、森薗としてはやっぱりどうしても台の中で細かいところで行くしかなくなってしまうんですよね。さあゲームポイント、とにかく松平が崩れません。本当に第3ゲーム11-5、松平が取って、これでゲームカウントは2-1、松平がリードを奪っています。ですからこのプレーの安定感があるっていうのは本当に相手にとっては恐怖ですよね。あの手この手で何とか崩そうとすることで自分がな結局